めっちゃ死神みたいな顔色なんですけど、すっぴんでした。さっき七並べやったね。やったね。あ、本当や、やったねやってました。七並べ特攻の1000以上にしようと思って七並べやってました。今はまだ全然960ぐらいなんですけど、あとちょっとなので頑張ります。年末12月31日の時までに、あとちょっと頑張ります。特攻1000以上一緒にできて嬉しかった。嬉しい。風もまたやりましょう。またたね、1月はいっぱいメイク今からする今からします。メイクアイコンガチャ引いた？引きました。今からメイクします。もう顔色がなんか本当に私死神なんですよ。アイコンガチャ、アイコンガチャは引いてないです。アイコンガチャなんか自分のアイコンの顔写真のやつ。今生きてふーちゃん、それな、今から生き返るので皆さん今から私が生き返っていきます。ちょっとおでことかはしないんですけども、夜なんでここからしただけ。ステイクオー。色がない。そう、色がないんですよ。もう顔に色がないんですよ。ふーって土肌が薄い。そう、私肌めっちゃ薄くて、チークとかは今してないんですけど。メイク配信実家ぶり？そうかも。今日はお遊びメイク配信です。もうこの後誰にも会わないので、好きな顔にしていきます。前髪がすごい、汗かいたんですよ今日。めっちゃレッスンで、だからすごいペタってしてます。ココアみたいに分かりそう。昨日さ、ココアの配信見てたらなんかめっちゃ顔赤くって、ココアの。だから昨日聞きました。昨日じゃない、今日か。ココアにめっちゃ顔赤かったでって言ったら大丈夫って言ったら、ココアがわざとだからって、お前最初から見てないだろうって言われて、いや見てないですねって途中からですね言ってました。はい、じゃあやっていきます。これあかりんさんの、あかりんさんのやつで見てメイクさんにおすすめしてもらって、お高いやつです。そう、でもココアがめっちゃなんか今日もめっちゃてか今日レッスンでみんなめっちゃメイクしててびっくりしました。なんかなんでと思って。フーはいつもメイクしないのでレッスンの時あんまり。でもなんか確かにモチベーションを上げるたびになんかレッスンん？モチベーション上げるたびにレッスン中にメイクするっていうのは大事やなってちょっと思ったりしました。これは全く色がつかないんです。フーがお化粧してる。そうですよ、なんか鏡見た時になんか本当に萎えるんですよね、たまに。 YouTuber みたいにしてこうやってやるやつですか。こうやってやるやつ、ちょっと汚くてもう読めないです。トップシークレットなんちゃらって書いてます。そう、
昨日のココアみたいなチークどうすか。え、あれなんであんな赤かったんやろ、びっくりしました。なんかめっちゃなんかインフルなんかなって思って最初で、コメントしようとしたらなんかそんな心配してるようなコメントがなかったから、あ、インフルじゃないのかと思ってちょっと安心しました。カーブファンユか、あ、そういうことか。あ、そういうこと、なるほどね。そう、インフルで配信してあーって思ったらびっくりしました。そうそうそう、バババババババーン。じゃあふーちゃんをトラガレにする、しないですよ、そんなもうしないです。これです、全部メイクさんのおすすめ。なんかメイクさんに、仲良しのメイクさんなんですけど、それもサンローラン、そう、なんかイヴ・サンローランの回し物みたいなメイクさんがいて、これはもう全然なくならないです。もうずっと前に買って、あっ、セーフ。コスパがいいですね、こちらは。そうなんです、これはマジで2年ぐらい使ってるんですけど、だからなんか絶対高いやつを買ってもなんか減りが遅いから、結局安いの買って捨てるより、捨てるっていうか使わへんくなるに比べたらいい方、いい気がする。めっちゃメイクさんがサンローランの回し物みたいな人で、ね、ふーちゃん今期のサンローランはもうこれが超いいって言って、なんか絶対ゲットしてみたいな、ふーちゃんの肌質にはもう絶対合ってるみたいな言われますよく。そんなん言われたら買っちゃうってなりますね、すぐすぐ買っちゃいます。これも色ないです、全部色付きじゃない。これはお肌がサラサラになるやつです、デコボコがなくなる。お目目かわいい、お目目何もしてない、まだ。それキラキラ入ってるけど使う？あんまり使うんかな、そこまでキラキラって感じしやんかな。すごい今日なんか昔の風みたい、なんか顔が幼い、幼いっていうかなんか前髪かな。これが今日の一押し。かわいすぎる鏡です、かわいい。これもう本当にテンションが上がる、見てください。ででん、でででで、んかわいい、みんなあれ推しメン、いじまる、おしめん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 。もうこれを使ってこの鏡をしてたらもう、そう、もうめちゃくちゃメイクがはかどります、かわいいです。はいはい、急に、はい、なくすなよ、もう絶対なくさない、いつも持ち歩いてます、必ずと言っていいほど。じゃじゃん、これを塗ります、リップ。
これは千穂ちゃんにもらったんですよね、去年です。これも去年もらったのに、なんか全然減らないんですよね。そう、嬉しい。千穂ちゃんありがとうございます。たくさん使わせてもらってます。これは来れないと無理、ステージ立てない。いろいろ使ってるから。いや、これは絶対、これは下地なんですよ。リップ下地でなんかスースーして唇がぷっくりするんですけど、これ塗ってからいつもリップはいろんな色味使うんですけど、これは毎日使ってるんですけど、あんまり減らへん。メントール配合？何ですかメントールって。あれ？キシリクリスタルみたいなやつ。チュルチュルになります。あ、スースーするやつ、それです。おお。それではファンデーションをするか迷う。いや、しないでおこう。今日はそれはキシリトールだ。あ、そうそうやな、確かに。確かし。決済したよ。お、握手会明後日ですよね、決済。お忘れなきよう。ステップ、これをします。コンシーラー、今日はコンシーラー新しいのを買いに行こうとしたんですけど、明日まで、あ、明日までやって、そっか、今日29か、もう、そっか、明日でした。お忘れなきよう。コンシーラーを、もうクマがすごい、クマが住んでるので、私の顔面にはクマが住んでいます。ここにします。すごい、民族みたいになった。民族みたい。そのコンシーラーみんな使ってる。そう、でも風な、なんか最近あんま合わへんねんな、これ。だから新しいやつ買いに行こうとしたら、なんか雨降っとって、今日めちゃくちゃ萎えました。と思って、絶対今日もう行こうと思ってたのにと思って、でも雨降ってて、なんかそこまでして行く元気はなかった。そうなんですよ。なんで今日雨の予報やったかなと思って、びっくりした。明日も雨、嘘。でも明日はちゃんと傘も持っていて、今日は雨にちょっとだけ打たれて帰ってきました。なので帽子かぶってたからあんま分からへんかったんですけど、え、もう一生雨やで。え、どういうこと。そんな天気の子みたいな感じなんですか、天気が。これから浸りたい気分だったの。まあそれもアクアタイムズの決意の朝にを聞きながら帰ってきました、今日。はい、顔色が悪い。傘ささない派？いや、刺しますよ。傘ささない派はユミリンじゃないですか。ユミリンはなんか、なんで傘ささへんのか分からへんけど、いつも傘さしてない。そう、俺も傘ささない。マジで風邪ひきそう。そんな、それこそ水タイプ。そんな、でも折りたたみを持ち歩いたらいいんですよね。
そのブラシが気持ちよさそう。これダイソーで買いました。ダイソー。そうそう、うん、熊の筆かと。熊の筆な、持ってないです。欲しい。熊の筆ってどこに売ってんやろ。じゃあ次行こうします。最近は110円なんだよね。え、そうなんですか。可愛い色ですね。ぶどう、美味しそうな色。ダイソーのやついいの？熊の筆に比べたら良くはないと思うけど、なんかあんまり筆にこだわりがないんですよね。割となんでもいいやって思っちゃう。チュ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 。ゆめあった。早くリップ塗りたい。ココアみたいになりそう、失敗したら。お、すごい、ほら生き返りましたよ。生き返ったなって感じしません？チークするだけで。めちゃくちゃチークって大事。なんか人間に戻ったって感じ。わかりますか？いや、もともと私朝とか死んでるんですけど、なんか人間に戻れた、人間になれたって感じです。今の気持ちは分かりやすいでしょ。普段は人間じゃん。いや、もう朝は人間じゃないですよ。朝はもうちょっとダメです。本当にダメダメですね。朝は はい。じゃあリップを先に塗る。色がなさすぎるので、何にしようかな、何にしようかな、何にしようかな、迷う。ダダダン。迷う。迷いますね。あかりんさんの赤リップを買いたいんですよね。と思いつつ全然買いに行けないって。なんか薬局とかに売ってないんですよね。赤系がいいね。これやな。めっちゃ落ちる今日。よいしょっと。じゃあ最近買ったやつこれにします。赤リップはロフトとかにしかない気がする。確かにこれなんかステージであんま使えないんですよね。なんか遊びに行く時とかに使おうと思って買ったんですけど、なんか遊びに行かないから遊びに行かないからずっと使えてなかった。これは安いです、プチプラ。なんかこういう色全く選んだことないんですけど、なんか最近流行ってるじゃないですか。これ増岡翼さんのキャンディードールのビターレッドっていう。なんかそっち、なんかステージとかでは使いづらい色なんですけど、秋冬にいいなと思って買ったんですけど、
全く使ってないっていう。なんで色がダメなの？なんかカメラ映えが悪いかな、結構カメラ映えがなんか暗い顔になっちゃうんですよね、フーガ使うと。だから遊びに行くときに使おうって思って買いました。けど遊びに行かないというね、本当に。困ったちゃんです、プロゲーマー。笑った。はい、大人っぽいですよね。髪の毛上げた方が似合いそう、こういう色。今来た。ふーちゃんインドア派でしょ。うん、インドア派ですね。握手会の時とか、確かに握手会の時とか使えるかも。ではお目目をしていきますね。お目目はですね、アイシャドウ全然使わない人なので、アイシャドウは本当に使わないんですけど、これでいいか。ハイライトをアイシャドウにします。いつも目の下しかしないんです。目の上のアイシャドウしなくなったんですよ、いつからか。そしたらみんなになんかおかしい風があって言われました。なんかマスカラもまつげも上げないんですよ、あんまり。たまになんかブームがあって上げたいなって思う時もあるんですけど、上げない時期みたいなのがあって、なんて言うんですか、しなくって。そしたらもう風はおかしいって言われます。おかしいらしいです。これを鼻にも、これは絶対いる。全然違う、やるだけでツヤが出ます。女の女、女って感じ女って感じ。鼻が高く見えます。なほのたんに教えてもらって、ココアも使ってます。でもこれココアも使ってるやつなんですけど、すごいピッポー、いつも使ってる。なんかほのたんにおすすめしてもらって使い始めました。メイク情報は誰が早いの？ほのたん、まひちゃんとかめっちゃ早いし、あとはみちゅも早いかな。あ、でもふうも早い方やと思います。自分でも結構これです。すごくない？なんか一生なくならん気がする。多分これ25歳ぐらいになっても使ってそうそんぐらい減らない。どこで知るの？どこでそういう情報？確かにどこで知るんやろ。ツイッター？ツイッターかな。メイクさん、あ、メイクさん多いかな。なんか撮影とかの時に結構教えてもらったりする。これサッシーさんが使ってたで有名なやつです。みんな持ってる、メンバーほとんど持ってる。3分の2は持ってる気がする喉痛い？龍角散飲んだらいいですよ。
飲んだら、舐めたら、喉治った。あ、そう、治ったんですよね、喉。気づいたら治ってたっぽいですね。はい、そう、なんか気づいたら治ってるもんですね、こういうの。でもなんかこんなに咳が続いたのが初めてで、めっちゃ長かったんですよね、咳を、咳出してる時間が1ヶ月半ぐらいずっと咳が出てて、めっちゃその時はほんまにもうなんか肺炎なんちゃうかなって思うくらいしんどくて、アイラインを引きます。そう、何やったんやろな結局って感じ。狐付きやな、何ですかそれ。狐付き。それでイモースの吹き替えも咳して、そう、イモースがこの間放送されたんですけど、イモースの時にちょうど咳がやばい時で、でなんかヒーローショーって聞いて、出るんやったら大丈夫かなって思ったんですけど。声出す方になってほんまにやばかったです。もう、もうなんか本当に申し訳ないぐらい出なくて、なんかそう、なんか本当にごめんなさいって感じだったんですけど、でもなんとか絞り出した。声変わりしなくてよかったね。確かに声変わりしたらもう悲しい。急に風が低くなってたら。何レンジャー派？私ね、全然さ知らないんですよね。あのなんて言うんですか、ちょっとリップ気に入らないので落とします。なんかなんて言うんですか、戦隊もののゴーカイジャーみたいなとかを全然知らないので、でも青が好きなんか真ん中を好きにならないタイプです。アニメとかも主人公好きな場合もあるんですけど、主人公の横みたいな立ち位置が好きですね、割と。なんでなんですかねあれって、そういうのがあるのかなとか思っちゃうぐらい、そう、あれ楽しみ。あの映画、オタクに恋は難しいっていう映画、オタコイ。うん、こっちの方が可愛い。オタクに恋は難しいは絶対見る。漫画で読んでて、それが実写化、まあ、実写化多いですよね。でも最近オタクに恋は難しいってやつなんですけど、見に行きます。絶対絶対絶対見に行くぜ。
恋は100回以上したよ。そんなすごいですね。なんかオタク同士の恋の話なんですよ。なんて言うんですか、オタクとオタクの恋。のお話だから面白い。絶対って思ってます、勝手に。すごい今日眠たいな。なんかおっさんずラブみたいな話かな。いや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 、すごい勢いで言っちゃったんですけど、なん、おっさんずラブはあれじゃないですか、おっさんとおっさんじゃないですか。おたこいはなんかこう、例えば、まあ、違うんですけど、普通に男と女で両方ともゲイオタとアニオタみたいな。でも男と女です、ちゃんとノーマル。そう、ノーマルです。そこはそのそういうお話なんですけど、美男美女なの。そうなんですよ、あの漫画でも女の子もすごいスタイルも低身長で、なんかこう女の子って感じで、ちゃんと女の子らしいスタイルで、男の人もなんかこう残念、いわゆる残念なイケメンって言われるような感じの設定ですね。漫画って感じですね。ちなみにメイク終わりました早い。ドクター X は好きですか？ドクター X 知らないんですよね、あんまり。いつもと何が違う？なんか違う。嘘、確かにチーク濃いかも、鏡ミントやったから。あ、チーク濃い。ココアになってる、なってしまう。ココアになってしまうぜ。消しております、今絶賛チークを消しております。真っ白真っ白。アイドルはオタクが多い？あー、確かにそういうイメージあるかも。アイドルって結構なんかいろんなオタクの子が多い。アニメとかアイドルやけどアイドルオタみたいな子とか。フーもオタクだもんね。うん、フーも結構オタクですね。素敵ですよ、オタクは。
目パッチリパッチリ。眠い？うん、なんか昨日全然寝れなくて、なぜかで、3時か4時くらいまで起きてたんですよね。そう、移動中寝たから。絶対そうやな、確かにそれですね、原因は。そう、でもね、分かってるんですよ、原因も。それですね。だから寝れんってそうなりました。今日はよく寝れず、明日は、明日も振り入れとかレッスンがあるので、明日こそコスメを買いに行く。今日はいつも使ってるグランメゾン東京あったから料理、なんかコウコちゃんがよくグランメゾン東京がどうのこうのって言ってるな最近。新曲の決済しました。お、フォースシングルの決済明日までなので、お忘れなきようよろしくお願いしますね。払った。お、ありがとう。さ、今回のドラマ、今期のドラマ、おっさんずラブしか見てないんですよね。なんか惹かれへんかってあんまり。そう、おっさんずラブは最高だったよ。たまらん。ね、女子高生の無駄遣い楽しみ。絶対見る。そうそうそう、テレビっ子ですね。結構年末のやつ録画した、いっぱい。おらんから録画して、なんか来年暇な時に見ようかなと思っていっぱい録画しました。前髪が重たい。ここで来年はヨダちゃんに会えるのか、会いたいです。もう本当に可愛いですね、ヨダさん。うん、おふう、会いたい、会いたいよ、会いたいよ。肌ツヤツヤでいいな、セクシーやろ。ふうもセクシーになりたい。前髪伸ばしたらセクシーになる。
ならんな。セクシー。あ、ほくろです。第三の目、そうなんですよ、第三の目があるんですよ。第三の目。雰囲気変わるね。確かに雰囲気変わるかも。雰囲気変わるの大事ですよね。なんか大人っぽくなったって感じ。クマが消えない。もう風のクマはこの600円のコンシーラーじゃ消えなくなりました。ついに私にももう600円だとダメっぽいですね。じゃあ1200円にしよう。確かに確かにって感じ。うん、あれ、みなみさん本物？みなみさんいるんですか？うそ。ほんまに2期生がコメントしてた。見つけたいな。ゆりなちゃん、呼び下さんと今度話。嬉しい。持って帰りたい子。そうです、持って帰りたい子です。可愛くて、嬉しい。こんにちは。なんか皆さんに見られてるのが嫌ですね。嫌ってことはないんですけど。戻します。仲良くなれるように頑張ります。話したことないの？ないですよ。なんか基本的に本当に話したことないですね、みんなと。2期生配信頑張ってる。ふを見てますよ、結構割と。なんか可愛いなってみんな思いながら。みなみさんいくつ？千穂ちゃんと同い年だった気がするな。1個下かな、2個下か1個下か。そう、可愛くてみんな。ふんも頑張ろうって思う、見とったら。シナノさんフォローしてあげないの。ソラハちゃん、ソラハちゃんね。まあそうだな。あの子はピエン、ピエンって言うんですよ。ちょっとね、日本語がね
弱いんですよあの子は。でもそらちゃんは本当に面白くてこの間この間瀬戸内区でお仕事だったんですけど、なんかその前日に振り入れがあって、その時になんか2期生の子が2人くらいいて、でそれでなんか動線とかが多分ぶつかってたのかわからないんですけど、すごいなんかさらちゃんがすごい教えてあげてて結構で、なんかそれを見てマネージャーさんがなんかすごいさらちゃんをいじる感じで、なんか先輩してるやんみたいな感じで言ってそしたらそらちゃんがすごいなんか結構本気で怒ってそうなんか教えてるだけだからみたいな感じで怒って、なんかその瀬戸マイクの仕事の時も、まあ、あの時もみたいな感じでずっとその話しててそらちゃんがもうすごい面白かったです。もう本当に面白いです、そらちゃん本当に面白いです。ショールームでも怒ってたらしいよ、そう言ってて、それを瀬戸マイクの仕事の時になんかもう私本当にその時もうイライラして、ショールームでも言いましたからねって言ってもうすごい面白かったです、うん、私ショールームですぐにチクるんで気をつけてください言っててそうそらちゃんって言ってましたみんな、もう面白かったです。本当にストマイクの楽屋にぎやかだろうね。いやもううるさいですよ、めちゃくちゃ瀬戸マイクの楽屋はめっちゃうるさいです、超元気って感じ、なんか常に誰かが喋ってますこの間もなんかほのたんがなんか話したかわからないんですけど、ショールームでなんかほのたんがなんかお仕事やった時に心霊写真みたいなのが撮れちゃって、そうでその時になんかそれについてみんなで話してました。そう怖いですよね、なんか足が増えてたみたいな心霊写真とかあんまり信じてないからあれなんですけど、それでなんかみんなで足が増える心霊写真とか調べてみんなでああだこうだ言って、そう寒気してきたそうそういうのを話したり、あとはなんかいろいろ何話したっけ、将来のこととか、こう旅行行きたいなとか、そういう話をよくする。メイクさんがなんか年末に旅行行くらしくて、お土産買ってってみんなで言ってました。羨ましいです、ヨーロッパの方に行くって言ってて、遊びに行って。おきちゃんどんな変なこと喋ってるんか気になる。おきちゃんおきちゃんはなぁ、なんか
何してんやろ。天然ですよね、おきちゃんって。なんかずっとでも話を聞いてると思います、みんなが喋ってる。でなんかたまに笑ってる。のんちゃんはこの間は宿題してました。マネージャーさんに宿題やらせてましたよ。皆さんのんちゃんに怒ってください。マネージャーさんに宿題やらせて。そう、しかももうのんちゃんもうのん様なので、新谷ののか様やから、宿題やらせて。マネージャーさんが2ページしかできへんかったって言ったら、のんちゃんがえ2ページだけですか言ってみんなですごいのんちゃんでって怒ってました。そう、のん様なんですよ。だからさすがですよ、もう 裏社会のボスなので、のん様は。そう、裏ボスですよ。でなんかページ見て、あーでもまあまあ進んでますねとか言ってるんですよ。もうめっちゃおもろくてそうなんですよ、超面白いですよ、なんちゃん。そうそう可愛くて好きです。なんかそれでこないだのんちゃんのやつで、なんかルートの計算みたいな、サムと思ってよ、ルートの計算みたいなのをみんなでやってて、全然覚えてなくてびっくりしました。簡単じゃん。簡単じゃないですよ、高校生、いや中3の時ルートなんかやってたっけ。進んでるんですかね今。ルートとかやった覚えないんですよね。なんかちょうどフーは高一のあれでサインコサインタンジェント数学ぐらいで STO 入ったんで、そうなんですよね。ルート9イコール9やろ、ルート9、え、ルート9、9ある2して、2が8やろ、9、10ん？ 4.5 やろ、ルート9どういうこと、ルート9って何、どうやって計算するの9割2じゃないんですか、割り切られへん数字みたいな感じじゃないでしたっけ。2 4.5 じゃないですか、ルート9は9割2やから。え、何ですか、あ、3なんですか、なんで、あ、サザンが9、そういうことか、え、どういうこと私数学が世界一嫌いなんですよ。いやもうそれは理由になってないですね、ダメですね、ルートが分からないと。サザンが9割り切れたらいいってみたいな話なのは覚えてます。でもなんか中学生かなんかそれをやってる時に、なんか、あ、なんか必要ないわって多分思ったんですよ、その時に。風は、あ、なんかこれはなんか必要ないことやわって思って、なんかその時だけ一生懸命勉強して高校に受かったタイプなんで、すごい後悔してます。だから今こうやってなんかね、恥ずかしい。パーセントも未だに微妙いんですよね。
消費税は分かりますよ。 8% ですよね。モルとかできなさそう。あ、10% か。あ、そうや、 10% か。すごい、今のは間違えました。あれ、110円も払ってたかな。え、そっか、なんか最近、あ、そっか、少し過去を生きてる可能性はありますね。そっか、そっか、食品は 8%。 うん、でもすごい、ふーちゃんがちゃんと生きていけるか心配。私も心配です、将来。ふーちゃん騙されそうなタイプだね。うん、なんかお釣りとかタクシーとか乗っても数えないタイプです。チェックしないですね、お釣り系は。信じてます、店員さんを。はい、店員さんを信じてます。そんな悪い人は日本にはいないと思って。信じてるよ、日本全国のコンビニ店員さんもスーパー店員さんも、いつもありがとうって気持ちで。キャッシュレスじゃない、あ、でも最近コンビニは全部ペイですね。ペイで支払ってます。 LINE ペイかペイペイ、楽天ペイとか、ドキドキに合わせて、ポイント貯まるやつに合わせてペイで支払ってます。めっちゃ安くなりますよ、ちょっと。財布いらない、え、いらないです。そう、 2% 還元。暖房つけてます。寒い、なんか急に寒いなって思った。なんか勉強しないとなって思ったんですよね。そのなんかココアとかのんちゃんが宿題とかしてるの見て、ああ全然わからんと思って、びっくりしました。もうね、びっくりしました。やらなきゃ忘れるよね。なんかそういうことやなって思いました。やらないと忘れますね。嫌いなものから逃げてたので、数学とか英語とか、でもよく考えたら英語って絶対ちゃんとやっといた方がよかったなって思う。そう、国語が一番大事。
古典とか、ほんまに？ほんまに？英単語？英単語ちょっと覚えてますよ。ホスピタルとかそのレベルです。病院、そう、ホスピタル。 I have わからん。ホスピタルのスペル HOSPITEL。 違う、ホスピテ、ホスピテルですよね。あ、 TI、 あー惜しい。そうだ、なんか日本語のカタカナ呼びで覚えてたら変な覚え方しちゃう。全部アップルとかもなんかふアップ、アッププルイ、アッププルイって覚えてました。 APPLE アッププルルー、なんか L はもうふの中でルーなんですよ。で E が E やからなんかアッププルイって覚えて、なんかそういう覚え方してるからダメなんだと思う。覚えてないんですよ。 R はレです。R はレ、レって感じ、フのイメージなんで全部。そう、 L はルやけど R はレ。レって読むんですよ。え、でもなんか学生の人分かる人おると思う、結構。うん、結構おる。きっと。うん、勉強しないとですね。ディフィカルト、何やったっけ、無理みたいなニュアンス難しいみたいな感じなかった？あ、当てたそんな覚え方です。無理とか言って、そう、ディファレンスみたいなのもありますよね。違ったみたいな、絶対違う気もするけど。ディファレンス、おお、サムシング、なんやサムシング、他にみたいな、その他大勢、ふう。すごい、海外のファンの人が多く見える。オクトーバーは10月でしょ。曜日言えますよ。ジャニュアリー、フェブラリー、違う、これは月、何やったっけ、
サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、ソースデー、サタデー、違う、サンデー、マンデー、チューズデー、ソースデー、フライデー、サタデー、サンデー、あれ？サンデー、え？サンデーが、ん？サンデー、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、ウェンズデー、サースデー、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、ん？サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サースデー、フライデー、サタデー、あれ、サンデー、すごい、また戻ってきた。この後でしたっけ？ん？サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーステイ、フライデー、サタデー、終わった。フライデー、サタデーで終わっちゃった。でもこのリズムあれですよね。ジャニュアリ、フェブラリ、マーチ、1月、2月、3月、4月、エイプリル、ジャニュアリ、フェブラリ、マーチ、エイプリル、メイ。絶対違うこれ。でもなんかこんな歌なかったですか？あ、ウェンズデー2回、あ、そうやそうや、ウェンズデー2回や。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、え？どういうこと？サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、ウェンズデー、サスデー、フライデー、サタデー、サンデー、カムザゲイン。そうだ、あ、サスデーを2回、なんか2回言いましたよね。でもサンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サースデー、サースデー、フライデー、サータデー、サンデー、カムザゲイン。おー、できた。この歌で曜日覚えた。初めて聞いた。嘘。それです、それです。サンデー、カムザゲインって言うんですよ。発音はもう無視してください。そうや、なんか歌で覚えるのめっちゃ多いですよね。このなんか型みたいな、こういう歌もあるじゃないですか。型、あ、なんちゃらなんちゃらなんちゃらなんなんちゃらかんちゃらなんちゃらなんちゃらなんなんなんだ、あ、ショルダー、ショルダー、からん単語が分からへんけど、ショルダーニーダーみたいな、ショルダーなんちゃらなんちゃらにーみたいな。なんちゃら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 なんっていう歌。アルファベット言える？アルファベット言えないです。アルファベットは言えないです。普通に多分言えないと思う。分からへん、順番分からへんもん。 ABCDEFGHIJK まで言えます。なんかこの早い部分、 LLL みたいな、 LMN みたいなとこが分からへんくて、 OPQR からまた言えます。 OPQRSTU、 ここが STU だなって思った覚えがある。 OPQRSTU VWZ、 終わってしまった。そう、そこぐらい。なんかその早い部分がいつもなんか分からへんなって思って過ごしてて、そしたら分からへんまま19歳になりました。早いですよね、なんかあそこ LMNN みたいな。
アルファベット26個より。じゃあ日本語より簡単、簡単やな。赤サタナとかそういうの。LMN、 LMN 料理のさしすせそ。料理のさしすせそ。さ、砂漠。し、塩加減。す、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 吸い物。せ、せなんかありますか。せってなんなん。料理のさしすせそ。なんか今すごいラーメン食べたいから背脂しか出てこない。あかん、背脂では絶対ないもんな。背、背わからんな。そうは、そう？なんか変なもんばっかり出てくる。そう、ソルロンタン。ソルロンタンが出てきました、なぜか。味噌、なんで味噌はそうなんですか。だって味じゃない、味じゃないんですか。それはあれなんかな、なんか、なんか引っ掛け問題みたいなことなんかな。え、背が醤油。そんな、そんなけったいな。一文字目とは限らない。そんな、そんなことをされた時にはもう困ってしまいますね。料理に入れる順番、あ、そういうこと？砂糖？あ、砂糖か。砂糖、あ、調味料のお話か。なんか技術の話かと思いました。だから砂漠って言ったんですよ。魚を砂漠っていう意味で言いました。そういうことか。そっちです。砂の方じゃないですよ。そう、技術だと思いました。だから塩加減とかそういうことかなって思って、でももう酢から何も出てこなかったです。だからお吸い物とかかなと思って。ねえ、背といえば絶対背脂ですよね。醤油じゃないんですよね、背脂ですよね。背脂大好き。ドレミファソラファミレドファイソファミソファミレ。そりゃグランメゾンにも興味わかんないやつだ。そうなんですよね、そうなんですよね。料理ね、なんか料理は大雑把で、最近料理はしてるのしてます。最近全然メールとかで送ってないんですけど、
の節制、節制な、節約してます。オーブンレンジも使ってます。パスタ巻いてる、パスタ巻いてる、パスタ糖質オフのパスタ美味しくないです、あんまり。なんかやっぱ普通の方が美味しいですね。ゴム、ゴムみたいな感じです、糖質オフは。うん、そう、普通のパスタをおすすめします。今度何作ろうかな。でももう年末まで作らへんかも。明日は作らないですね。夜いた、起きてた。朝ごはんはあれ、納豆と白米と最近はバナナ。なんかいっぱい果物がめっちゃあって食べきれないんですよね。どうしよう、困ってます。ブドウとバナナと洋梨、しかも洋梨2つあっても大きいやつ、持って帰ろっか。実家から持ってきたんですよね、しかも洋梨実家から食べるって言って持ってきて、1人で5個ぐらい持ってきたら1日で1個も食べへんから、めっちゃ余ってる今地元に帰らないメンバーにあげて、いや全員帰りますね多分。なんかしかもこの時間とかいつも何食べたらいいか分からん。え、何時今、時計が見えへん。あ、もう11時回ってた。23時10分、あら、じゃあ15分になったらランキング見ますね。パスタ、パスタは美味しい。何味食べるの？クリームパスタあんまり食べへんかも。レモンパスタとか好き。とかたらこパスタとかじゃこの入ったやつとかが好きかな。トマト系？ミートソース系もあんま食べへんかな。さっぱりしてるやつが好き。和風、うん、和風が好き。和風パスタが好き。あとは、あ、でもバジルのやつも美味しくて好き。イカスミ食べてみたい。無印良品のなんかイカスミソース、この間買おうと思って結局悩んで買わなかったのを後悔してます。イカスミパスタ食べたい。どんな味なんか知らないんですよね。食べたい。口黒くなる。そう、口黒くしたいんですよどんな感じになるんやろうと思って興味津々で食べたいです。イカスミパスタ配信してほしい。おー、しましょうかね。早い時間になるんですけどいいですか？もしするってなったら夜ご飯食べる時間、早い時間が好きやから。いい？じゃあ 年始にしようかな。年始じゃないや、ん？1月中やな。1月めっちゃバタバタや。楽しみ。1月で無印良品行かなあかんな、まず
バスクチーズケーキも作りたいんですけど、結局作る暇なかったな。全然夜中に作って次の日出来上がりとかにしないと。パスタは茹でるだけやから楽。ニョッキも結構好き。ニョッキとトッポキの違いが分からん。実家から配信、年始は実家から配信しますね。年越し配信するの？年越し配信しますよ。する何言うか忘れた寝てそう？いや、起きてます。夜型人間なんで。年越し配信します。ぜひ見てくだされ。よし、じゃあそろそろランキングを読んでいきます。30位、ラビスケ、ヤブシタ、最高。最高っす。最高ですか？なんか今日眠たいあれ変わった。30位、奥行きさん。29位松前くん。28位平田くん。27位ラパス、タコスの友達。いやいや。26位リリとルル、風しか勝たん。初期メロ、初期マイメロみたいなんかひなちゃんがよく使ってる言葉や。25位ポニ太郎、風ちゃん大好き。24位 DD モサ、マイハピ隊研究船。間違えた、研究生。23位ヨッシー、31日の2分いくよ。お、待ってます。22位トリッピー、弟タクちゃん。21位鳥取、31日行くのでよろしく。よろしくです。20位ケンケン、早く普通になりたい、嬉しい。19位ミルクさん、年内残り2日楽しく過ごしましょう。うん、それな、楽しく過ごしましょう。18位ただし。17位ナノ。16位ディネ、風よりの風推し。おぉわーい。15位ポリゴン、風ちゃん推し、嬉しい。14位トシキ、決済完了、質並べも頑張るね、頑張ります。風もめっちゃ頑張ります。13位おかずさん、あ、なんか間違えた。16位までの皆さん、ありがとうございました。すごいさーっと読んじゃった。15位から。15位ジネさん、ありがとうございます。15位ん間違えた。15位ガポニゴン、ありがとうございます。14位がとしきさんです、ありがとうございます。13位おかずさんが、ありがとうございます。12位そうめん、2019年にやぶした方が一番好きになりました。お（笑）ありがとうございます。11位のり、風押し3ヶ月経過、これからも押すしかない。ウインクがちょっとだけできるようになりました。10位ともき、風は俺の過去の推しメンの誰にも負けん。ともき、風は俺の過去の推しメン誰にも負けん、ダントツや。お Cause baby you're my number one number one only wonder ありがとうございます。9位ヤギちゃん、フーの魅力が詰まった配信で楽しかった、フーしか、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。8位鳥海さん、最近落選祭りでステージのフーちゃん見れなくて悲しい。
落ち込まないでくださいね。落選祭りのもきっとそれは当選に力を貯めてるのですよ。そう信じて。7位カープさん、ふーちゃんラブ、ありがとうございます。6位あきあきあきさん、すっぴんもメイクもかわいい、結論かわいい、嬉しい。すっぴんは本当にもう色がなくて大変って感じなんですけど嬉しいです、ありがとう。5位です。5位はセティさん、メイク愛し、女の子って大変だね、いつもありがとう。楽しいですよ、なんか皆さんに会うから可愛くしようとか可愛くなりたいって思う気持ちが楽しいです、ありがとうございます。4位はブビンさん、年末もふーちゃんに癒されたい、癒されに来てね、待ってます。3位です。3位は森しーちゃん、今年も来年もふーちゃんしかん、よろしくね、来年も嬉しい。2位です。2位はカナリアさん、来年もよろしく、よろしくお願いします。楽しみ、なんかいっぱい楽しみがある。1位です。1位なおゆゆゆふーちゃん、今日ありがとう、メイク参考になったかもほんまかよちゃんとじゃあメイクしてきてくださいありがとうございます。皆さんありがとうございました。なんかすごいいつも通りのゆるゆる配信で毎回すごいたくさんの方が来てくださって僕は嬉しいです。皆さんありがとう。ゆえにふうはお風呂に入って寝ます、メイクを落としますまた明日こそメイク道具を買います買ったらお知らせしますね、メールで買えたーって、ちゃんと買えたよってお知らせします。今日もお疲れ様でした。また明日メールします。あ、明日決済あるので握手会の方お待ちしております、お忘れなきよう、うん、それでは任しとけ、任せた皆さん、それでは皆さん、やぶしたでした。おやすみなさいませ、バイバイ、いい夢見てね、おやすみなさい。